では出演者をお呼びします。上野由香さん、はい、安田誠也さん、山川里奈さん、四条春奈さんで、マイクを持っています。マイク持った方がいいんですよね。はい、じゃあマイクを。長澤さゆ役の上野由香です。よろしくお願いします。佐伯真帆役の安田誠也です。よろしくお願いします。小竹まみ役の山川里奈です。よろしくお願いします。はい、西川里香子役の四条春奈です。よろしくお願いします。私はメイキングにも映ってると思うんですけど、お化けメイクをした安田さんに夜中追いかけられました。もうすごい怖かったです。自分がホラー体験はなかったんですけど、今言われた通り追いかけるのがとても楽しかったです。個人的にはこうバケツでトイレの上からかけるシーンがあったんですけど、それが何度も失敗しちゃったのがちょっと思い出と、あとなんか撮影中に電気が落ちたとか聞いたんですけど、多分なんか分かんなかったんですけど電気が落ちたらしいです。はい。はい、私は廃校での撮影だったんですけど、トイレが校庭にポツンってあって、そこに行くのがめっちゃ怖かったですね。夜になると真っ暗の中手探りでトイレを探して行ってたんで、はい、怖かったです。すごい。この中でなんか霊感強いことか。私霊感はないんですけど、お母さんとか身の回りに霊感が強い人がいっぱいいて、うちのお母さん美容室で前働いてて、新人の男の子が前でしゃがんで掃除機をかけてたんですよ。そしたらパンツが透けて見えてて、でそのうちのお母さんが職場にこんな透けるようなズボン履いてきちゃダメじゃないって言ったら、いやこれ透けないっすよって言われたらしくて、もう一回ちゃんと見たら透けてなくて、パンツの柄を言ったら当たってたっていう。そう、本当に透視能力が身についたらしくて、今もちょいちょい霊を見るっていう。笑ってますけど本当なんですよ。なんか通して、でも結構女の人の霊が見えたりとかするって言ってますね。なんかこういつもメンバーと一緒にステージで踊ってるんですけど、そのリハーサルの時にある一人の子だけマイクが入らなくて、で違う子に渡すと入るみたいな、でその子にまた返すとマイクが入らないっていうのがありました。あんまり信じてないんですけど、そんな感じです。はい。今後なんか出たい映画とかなかった？私は今回いじめる役でこうちょっとダメな部分もたくさんあったので、今までやってきた役をもう一度挑戦したいなって思います。私は今高校2年生なんですけど、学生のうちにいじめる役といじめられる役両方を学生のうちにやっておきたいっていうのと、あともうちょっと成長したら多重人格の役をやってみたいなってずっと思ってます。これが初めての演技なので、まだ何がやりたいとかもあんまり決まってないんですけど、できればたくさんのことがやってみたいと思っているので、どんな役にでもチャレンジできればなと思ってます。私はなんか見た目がちょっと怖めなんで、なんかスケバンとかヤンキー役とかをやってみたいなと思います。20歳なんですけど、セーラー服とか着て暴れてみたいなと思います。